ドイツが設計した軽流弾砲である。1 0 5 c m フ1 8は1929年から1930年にかけて1 0 5 c m フ1 6の後継軽流弾砲としてラインメタル社が同時期に試作した 7.5cmFKL42 を元に設計し、1935年にドイツ国防軍に正式採用された。 1940年に1 0 5 c m フ1 8 m 1942年から1943年には1 0 5 c m フ1 8 4 0が登場している。15cmSFH18 重榴弾砲と、共に、四団砲兵の主力野戦榴弾砲として、第二次世界大戦を通して、陸軍と武装死に衛隊の双方で広く運用された。 ドイツ以外には中国、そして継続戦争時に、フィンランドへ 10.5cmF18 と 10.5cmF18M が合計53門輸出されて、同国内で 105H33 として正式採用されたほか、10.5cmF18、40も少数輸出されており、こちらは 105H33 から40の 正式名称が与えられている。他にも、第二次世界大戦勃発前に、ハンガリーやブラジル、スペインなどへ輸出している。西部戦線のオランダで露飾された輸出型は、10.5センチメートル、フ1 8 39と称して、再利用された。第二次世界大戦の終結後は、ドイツとの併合が解消された、オーストリアやチェコスロバキア。 数軸国の占領下から解放されたユーゴスラビアでも運用された。第二次世界大戦系の軽量弾砲としてはごく標準的な構造で、砲側、開脚式を採用して水平射格を拡大し、中体座崎は液気圧式を採用することで軽量化を図っていた。SDKFZ11 搬送機車によって牽引されたが、車軸に、 サスペンションがないことから、気候部隊での追随性に問題があった。解決策として、装甲砲兵用に開発されたのが、ベスペ自走榴弾砲である。しかし大抵の場合は、装甲砲兵連隊の第一大隊のみに配備され、第二大隊は10.5センチメートルフ1 8各型を継続使用していた。弾薬には難目標用の榴弾以外に、 項目表用の鉄鋼榴弾や、成形作薬弾、及び、各種用途の発煙弾、栄光弾、焼夷弾、星弾、宣伝弾など様々な種類の弾薬が用意されていた。中でも珍しいのは、対戦車戦闘用の PZGR-39 と、長射程用の SPRGR-42 で、7.5cm 鉄鋼榴弾や 8.8cm 榴弾に、 相談灯を装着することで、発射可能にしていた。砲兵化用の装備機材で自衛以外の、対戦車戦闘は本来想定されていなかったが、独素戦初期は、戦車両兵が保有する 3.7cm パック36や 5cm パック38では、タングステンダンシンの高速鉄鋼弾を用いても T-34 中戦車やキロボルト -1 重戦車に苦戦を。 強いられたため、8.8cm フラッグシリーズや、野戦重砲とともに、しばしば対戦車戦闘を支援した。10.5cm 鉄鋼榴弾は貫鉄こそ、困難でも格差させることは可能で、1942年以降に供給された、成形作薬弾なら貫通撃破も期待できた。第二次世界大戦開戦後に、射程不足が判明したため、 後継として1 0 5 c m ルレフ1 8の方が2 0 c m 計1 7の改良方針を乗せた1 0 c m レック4 1最大射程を 13000m に延伸した1 0 5 c m レフ f 4 2全周旋回機構を備えた1 0 5 c m レフ f 4 3新型方針と規制方がの組み合わせが検討された 10.5cm レフ44の開発に着手したが、いずれも諸事情で採用には至らなかった。10.5cm レフ 18M10.5cm レフ1840。ありがとうございます。